はい、どうも、エルザレトです。それでは、4M やっていきたいと思います。さて、今回は残りをしようっていう感じなので、やっていこうかな。オークビルね、これやっぱ探したんだけどなくて、もう仕方がないんで、探しながらみたいな感じになるかな。で、今回残っているのがフォトチャレンジかログシティ。結構大変なのが残っててね。まあログシティ、ちゃちゃっと見つけて、ちゃちゃっと見つけて、しまおうかな。あ、これいいんだ。お、やっと、やっとだよ。じゃあ次はこれだ、大困惑だね。大困惑か、困ってるってことだよね。この人は何してんだ。あ、なるほど、違反切符。あ、まあこれは困惑してるっちゃ困惑してるか。あれ、君じゃない。じゃあもう一人の人を探してだね。はい、これいかがでしょう。ああ、複雑な状況ですね。あとは緊急ニュースと芸術品の展示か。あー、これさ、口ひげでしょ？口ひげ、口ひげか。口ひげね。また探すか。遅かったな。あはは。俺のひげは本当に最高だ。やっぱ取り方みたい。あ、これ風船のやつも同じ感じだな。首だって言われた。もう首にしてくれよ、もう。そんな、聞かないやつはもう知らん。じゃあ、そうだな。はい、泥かけて、はい。あ、これ汚されるのに意味があるとしたらね。で、俺はこれで芸術に出すよ。こういう下町でもね、輝いてる子がいるっていうのをね、泥で表現してやってしまおう。さあ、どうなるのか。あそこまで考える必要があるのか。あ、題名のついたもの。あ、いいんだ。反応が変わった。ということは、これいける。はい。タイトルは泥だらけの人生にしました。まあ、言葉としてはね、あんまりいい感じじゃないんだけど、あ、町のこういうことも頑張ってて、キラキラしてますよって意味だね。じゃあ、これで、行きましょう。これでいいの？やったー。これは実に素晴らしいわ。非常に奥が深くて、とくも独創的ね。
泥だらけの人生。それに題名もいいわ。現在の金庫な社会を完璧に表現して、でしょ？完璧でしょ？さあ、これで、オッケー。業務完了。いやー、終わりました。匿名の芸術家が作った四国の作品。あ、でもなんかいい感じだね、こうやって見るとね。よし、じゃあカメラ綺麗にして、行こっか。なんも反応なかったね。じゃあ、座って行きましょうかね。はい、開演でーす。終わった。うん、よかったね。なかなかよかった。はい。よし。写真もちょっと2種類撮ったけどね。ドアップと、離れたやつね。まあ、とりあえず、これ、あ、これでいいんだ。ああ、まさに最高の友達だね。わあ、見事。フォトチャレンジ達成です。ライトの壁って何なんだろうね。ライトの壁か。ブロックの数もこれわかんないんだよな。あ、宇宙エネルギー全部だって、史上最高値に達した。これならいける。え、どこに？わっぱトゥーわっぱティーわーいただただ喜んだよ風にしか見えなかった。お！やったぞ。感激だ。わーすいません。エルダさんは状況がわかりません。反対側には何があるのだろう。いけるの？行く。え？宇宙の鹿。あ、どうも、こんにちは。おお。威厳たっぷりですね。行ってきたよ。宇宙しか、本当にあれで宇宙に飛んでいったってことか。ね、宇宙のやつ、なんだっけ。これ、だったっけ。これか。惑星エイリアン。だから、タトエイリアンと僕と、こういうこと？あ、来たー。すぐつくやつもね、あるんだね。この辺の壁画はあれだな。この人がどこいるんだろうっていうね。まさかだね。この人どこなんだろうっていうのがまずあるから。あ、いたいたいた。この人か。何見せようとしたっけ？あ、光る壁か。光る壁さー、これじゃね？あー、ライト、そういうことね。どこつけよう。
最大の難関って、マジで大変だったの。で、山頂に行きたいわけですよ。それでいいんやろうな、多分。やった。次の地域。山頂だって、山頂別なんだ。ああ。それではいい旅を。その発想はなかったね。わあ、かなり高いな。急いで用事を済ませてきて。最高。よし、そしたら、今回ここまでにしましょうか。まあ、次回最後かな、展開的に。まあ、トーエムとは何かっていう正体と、まあ、隠しがね、あるという感じなのか、クリア後かもしれないね。ここまでやってみて、出れないやつは。なんで、このあたりは、また頑張って探してみたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。